モンガラカワハギは、フグメモンガラカワハギ科に分類される魚。インド洋、西太平洋、全長30センチメートル。体型は、側辺する。全身は黒く、白く大きい円形の反紋が入る。背面には黄色い網目状の反紋が入る。口の周囲は、黄色や、オレンジ色。第一背びれは三本のトゲ状からなり、特に第一トゲ状が発達する。普段は、 第一背びれは収納されている。内臓には、シガテラ毒という毒性があり、日本では食用として使われていない。熱帯や亜熱帯の沿岸部にある岩礁や珊瑚礁等に生息する。単独もしくはペアで生活する。中高生で、夜間は岩や珊瑚の隙間で休む。危険を感じると、岩や珊瑚の隙間に入り、第一背びれと胸びれを立てて、 体を固定し引っ張り出されないようにする。食生は雑食で、甲殻類、貝類、ウニ、藻類等を食べる。繁殖形態は卵生。ペットとして飼育されることもある。入手法としては、潜水による採集や、釣り等がある。歯が鋭くヒレには、トゲがあり、特に噛まれると、劣症や、内出血、外出血を伴う外傷を負うこともあるため、扱いには、 注意が必要。協調性に駆け通し多種問わず攻撃するため、基本的に単独で飼育する。餌付きはよく人工飼料や乾燥飼料にもえずく。ありがとうございます。